皆さんこんにちは。ワンピースカードゲーム開発担当の小川歌乃です。急になんだって感じだとは思うんですが、実は後藤 P にあるミッションを課せられたので、本日は遂行していきたいと思います。あるミッションとは、ワンピースカードゲームティーチングアプリ最速でプレイしてみた。まずワンピースカードゲームティーチングアプリって何っていう方に簡単に説明します。ワンピースカードゲームティーチングアプリは、スタートデッキ麦わらの一味を使って実際にワンピカードのルールが学べるアプリです。一人でどこでも無料で簡単に学べちゃいます。今日は実際に小川が最速プレイしていきたいと思います。実は私もこのティーチングアプリ今日初めて使わせていただくので、視聴者の皆さんと同じ目線で使い方をレポートしていこうと思います。はい、まずアプリを開きましたが、おすごい、めちゃくちゃ画面かっこいいです。これ見えますかねめちゃくちゃ画面かっこいいです。 BGM めちゃくちゃ渋めですね。いい感じです。じゃあ早速スタートさせていただきます。はい、チュートリアル最初は1しかないので、こちらの可愛いチョッパーのチュートリアルを早速やっていきたいと思います。はい、チュートリアルモードが開始いたしました。これはもう、あ、フェーズの説明からしてくれる感じですね。このターンは何も行うことがありません。はい、了解です。ドローフェーズではデッキからカードを1枚引いて手札にします。あ、もう自動で引いてくれましたね。今ドンフェーズではドンデッキの上から2枚を表にしコストエリアに置きます。お、自動でドンドンと追加してくれましたね。メインフェーズではカードをプレイ、カードの効果の使用、アタックなどができます。手札から登場したカードは登場したターンには相手にアタックができません。ということでゾロをキャラクターエリアに登場させてみます。あ、コストを勝手に支払ってくれましたね。すごいやりやすいです。はい、ではいよいよ相手にアタックをしましょう。アタックは縦向きのアクティブ状態のカードを横向きのレスト状態にすることで行います。リーダーのルフィのカードをレストしてアタックを宣言。アタックの対象にできるのは相手のリーダーかレスト状態の相手のキャラクターカードです。今はレスト状態の相手のキャラクターカードがいないので、リーダーのカイドウにアタックします。お、矢印が伸びて、はい、カイドウにアタックしました。あら、相手がカウンタータイミングでリーダーのパワー上げてきました。すごいですね、こんなことも。はい、相手側のパワーが上がってしまったので、こちらのアタックが防がれてしまいました。残念。はい、次はドンカードを使ってキャラクターを強化。コストエリアにあるアクティブのドンカードはリーダーやキャラに付与することができ、1枚につきパワーが1000、自分のターンのみ上がります。ではビビにドンカードを付与してみます。こちらのドンをカードになりましたね。ドン、おー、すごいすごいドンが出ましたね。はい、次にリーダーの起動効果を使ってみましょう。この効果はレストのドンカードを1枚リーダーがキャラに付与することができます。この効果でビビに1枚ドンカードを付与しましょう。お、さらにビビが強くなってしまうんですね。あ、これですね、起動メインターンに1回、このリーダーか自分のキャラ1枚にレストのドン1枚までを付与する。こちらをタップでビビを選択します。はい、おお、ビビのパワーが6000になりました。なので相手のリーダーにアタックしてみます。いけー、お、通りました。素晴らしい。はい、相手はカウンタータイミングで何も使わず、アタックしているビビのパワーがカイドウのパワー以上なので相手のライフが1枚減ります。残ったライフのカードは手札に加わります。はい、ではターンを終了します。ドンカードの付与によるパワーアップは自分のターンだけなので注意しましょう。はい、そういうことも言ってくれるんですね。お、今ビビがアタックされてるんですね。はい、ビビを守るためにカウンタータイミングでビビのパワーを上げましょう。手札のブロックはパワーを2000上げることができるので、このカードを使用しましょう。はい、キャラクターのカウンターはゼロコストで使用できますが、使いすぎて手札がなくならないように注意しましょう。めちゃくちゃ優しい説明をしてくれてますね。そうなんですよ、
結構ね、ドバドバ使っちゃうと手札がなくなっちゃうので、 そういうこともティーチングで学ぶことができると。はい、ということでブルックでリビのパワーを上げたのでリビを守ることができました。はい、今回はカウンターを使わずにビビを KO されましょう。あら、すごく相手がパワーを乗せて、もうやっぱビビが怖いんですね。はい、今回は、KO されたカードはトラッシュに行き、 KO されたカードに付与されていたドンカードはデストでコストエリアに戻ります。はい、じゃあパスを。あー、ビビがすごく強かったのに、ありがとうビビ。でこのゲームの勝利条件は相手のライフが0枚の状態で相手のリーダーにアタックして勝利することです。勝利まであと少し、頑張れ麦わら。ゾロにアクティブのドンカードを1枚付与して、このカードがドン1枚付与されているとパワーがさらに1000上がるという効果を持っているので、ゾロのパワーを7000に上げます。いっけー、ゾロのパワーが7000になりました。はい、ではこの7000のゾロでリーダーのカイドウにアタックします。はっ、なんか出ましたね。あー、カウンターを使われてしまいました。こちらのカウンタータイミングでイベントカードを使ってきたので、ドンマイナス効果は自分のドンカードをドンデッキに戻して使う強力な効果となっています。なのでわー、ゾロの攻撃が防がれてしまいました。さあどんどん行きますよ。リーダーのルフィにドンをいっぱい、ドン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 、あ、ドンドンとアタックしたいと思います。相手のカイドウにアタックします。攻撃が通りました。はい、ということでルフィの勝利となります。相手のライフが0枚だったのでゲームに勝利しました。お、チュートリアル2が開きましたね。次はウソップです。こちらのチュートリアル2はチュートリアル1のチョッパーの時よりも詳細にルールの説明をしてくれるので、こちらの1と2をどちらも遊べば安否カードのルールの基礎を習得することができます。さらにチュートリアル2をクリアすると実際にチュートリアルなしで百獣海賊団のデッキと戦えるモードが開放されます。今後は百獣海賊団のデッキを使って麦わらの一味と対戦することができるモードも実装予定ですので、皆様ぜひこれでワンピカードのルールを習得してください。ワンピースカードゲームティーチングアプリは無料でダウンロードすることができますので、皆様ぜひ遊んでください。そして7月8日金曜日にはスタートデッキが4種同時発売、7月22日金曜日にはブースターパック第1弾ロマンスドーンが発売されますので、皆様ぜひお買い求めください。では皆さん、ティーチングアプリで遊んで発売に備えてくださいね。本日は開発担当の小川宇多野がお送りしました。バイバーイ。